ワンフライデーファイツ FF81 日本時間27日午後9時30分タイルンピニースタジアムデイリアス・エナッシ28イコールオランダ・モロッコと戦う元ワンバンタム級キックボクシング世界王者の秋元宏樹32イコールエボルブ MMA が13日都内で練習を公開した シャドーボクシングとミット打ち2分かける 2R でキレのある動きを見せた秋元元ワンフライ級キックボクシング世界王者元エンフュージョン60キロ王者などのタイトル歴を持つ強豪へな死について聞かれると自分がバンタムに上げて彼もバンタムに上がってきたというのを知った時に必ずやるだろうなと思っていたのでものすごい強い相手ですけどしっかり準備してきたので いい試合を見せられたらなと思いますと意欲を見せた。もともと自分のスタイルを相手に押し付けるというより、相手に合わせて柔軟に戦うタイプ。今回の試合については、今回は本当に、すごく噛み合う相手だと思うんですけど、あえて噛み合わせずに、もうえなしの良いところを消して、嫌なこと、嫌なことをしていければと思うので、そういった部分を楽しんでもらえたらなと思いますと話し、 そのプランの一発を明かした。秋元は現在に連敗中、前回ウェールイ、中国、戦では納得のいかない判定負けを喫した。輝かしいキャリアの中でも初の連敗、今回ビシッと、連敗を止めて、また連勝を続けていきたいと必勝を誓った。今大会には秋元のほ他、竹る、チーム VASILEUS、小笠原栄作、クロスポイント吉祥寺。 ワンと独占契約を結んだばかりの比喩、ヒュー、チーム 3K と、計4人の日本人ファイターが出場する。しかも日本のファンがユーネクストの配信を見やすいようにというワン側の配慮で、溶悠、第1試合、小笠原、第2試合、秋元、第3試合、穂高、第4試合、と、日本人ファイターが絡む試合が大会序盤に固められた。秋元は、 他の団体のファンだった方もたくさん見ると思うんですけど、そういった方に自分を見てもらえるのもまた嬉しいなと思いますね。試合も前半に固まっていたので、たくさんの方が見てもらえるかなと思うので、しっかり頑張りたいなと思いますと話した。